ふう、これでよしっと。意外と時間かかっちゃったな。でも、綺麗になったからいいか。俺の名前は工藤智春。毎日花壇の世話をしている植物が好きな大学2年生だ。今朝も誰かの手で荒らされていた花壇を直していたところだ。それにしても、一体誰があんなことを。あ、今日も社長令嬢は可愛いな。美人で家柄も完璧とか、すげえよな。あ、深見さんだ。彼女は深見彩香さん。成績優秀、頭脳明晰で、性格も良く家柄もいい。完璧な社長令嬢。異性からも同性からも好かれている女性だ。俺も彼女に憧れ、恋をしている一人だったりする。深見さん、今日講義終わった後暇？よかったら俺と遊ばない？カラオケとか行こうよ。カラオケはちょっと。ああ、そうだ。これあげる。俺とお揃いのキーホルダー。あ、ありがとうございます。深見さんに話しかけていたのは、ヤバすぎチャラ男くん。イケメンで陽キャで、深見さんにアタックしまくっている。俺も、あんな風に話せればよかったのにな。どうやったら接点が持てるんだろう。悩みに悩んだ俺は、バイト先の友人に相談してみることにした。ねえ、ランちゃん、どうしたらいいと思う？一目惚れってやつで、初めて見たとき、天使かと思ったんだ。天使とは、また偉い美人さんやねんな。俺が相談しているのは、天心ランちゃん。ランちゃんは忙しい時に、助っ人で入ってくれる、バイト仲間だ。その天使ちゃんの名前は？深見彩香さんって言うんだけど。深見彩香。それ、多分うちの高校の同級生やけど。本当？やっぱり、高校時代から天使だった？どっちかっていうと、周りからは悪魔って言われてたけどな。なんで？なんでって。そりゃそうやろ、金髪やし、めっちゃ目つき鋭いし。人違いじゃない？卒業アルバムあるから、明日持ってきたろうか？ぜひ、お願いします。はい、どうぞ。わあ、ありがとう。見たらびっくりすると思うで。もしかして、高校の時は地味だったのかな。でも、どんな姿でもびっくりするなんて。元ヤンだー！これが、あの人？何かの間違いなんじゃ。だから言うたやん、びっくりすんでって。いや、そうだけど、想像の斜め上が来ちゃったな。この頃の彩香はすごかったで。鬼の深見って呼ばれてた頃の。鬼の深見。レディースの総長やってたしな。レディースの総長。なるほど。よし、見なかったことにしよう。人の過去を詮索するのは良くないし。彩香さんの衝撃的な事実を知ったその日の夜。はい。こんばんは。彩香さん？どうしてここに？あなたにお話があるの。話って？私の秘密、知ったわよね。なんでそれを？なんだっていいでしょ？それより、私の秘密、バラされたら困るの。私はもう一人の体じゃないの。深見株式会社の娘って看板、背負ってるのよ。そんな私が元ヤンだってバレたら、両親に迷惑がかかるわ。わかるわよね。バラしません！絶対にバラしませんから！本当かしら？本当です。あなたのこと、信用なれないわ。だからこれから、バラさないか見張らせてもらうから。それじゃあ、明日からよろしくね。見張らせてもらうって、一体どういうことなの？俺、これからどうなっちゃうんだ？昨日のは一体何だったんだ？本当に俺、深見さんに見張られるのかな？冗談だよね。何が？え？うわ、深見さん、なんでここに？見張るって言ったじゃない。冗談じゃなかったんだ。本気に決まってるでしょ。それで土いじりなんかして、まさか隠蔽工作？何のですか？私の秘密のことよ。昨日の今日で信用できるわけないでしょ。違いますよ。花壇の手入れです。花壇？そうなんです。季節の変わり目なので、花の植え替えをしていました。やっぱり、ちゃんと花壇もお世話してあげないと。よかったら、一緒にやってみます？って俺、何言ってんの？社長令嬢が植え替えなんてするわけないじゃん！やる。え？やり方、教えてくれる？じゃあ、まずは。できた！うまいですね。
そう？もしかしたら私にも才能があるのかも。そうかもしれません。あ、何？その泥だらけ。ん？あ、本当だ。すみません。俺が誘ったから。私がやりたいって言ったの。それに、あなたも泥だらけよ。え？ああ、本当だ。友春くんは花が好きなの？好きですね。両親の影響なんですけど、家でも育てていて、夜にしか咲かない花もあるんですよ。見たいから家に行ってもいい？深見さんなら歓迎ですよ。じゃあ今夜、早速お邪魔するわね。お邪魔します。おー、すごい。いっぱい植物がある。室内でも結構育てられるんですよ。それで、夜にしか咲かないっていうのは？この夜顔、海外ではムーンフラワーって呼ばれてるんです。すごい。綺麗。しかも、なんかいい香りがするね。夜顔は香りも楽しめる花なんです。へえ、素敵。他にもこうやって夜に咲く花があるの？ありますよ。例えば、あそこのイランイラン、香水の原料に使われる花です。あっちのイエライシャンは、星形の花が特徴ですね。寒さに弱いです。あとはマツリカ、ジャスミンティーに使う原料として有名ですね。結構あるのね。ここにはないですけど、他にもたくさんありますよ。へえ、すごい詳しいじゃん。花、好きなので。また見に来てもいい？え、もしかして、花に興味あるんですか？まあ、一応、詳しく知りたいなって。花が好きなら大歓迎です。夜は特に何もないですし、いいですよ。それじゃ、またお邪魔させてもらうわね。この日をきっかけに、深見さんは俺の家に毎晩訪れるようになった。それだけじゃなくて、朝や昼間は一緒に花壇の手入れもするようになった。一緒に過ごす時間が増えるほどに、俺は深見さんに惹かれていった。けれど、大きくなっていくこの恋を伝える勇気はない。俺は深見さんに不釣り合いだ。彼女が俺を好きになるわけない。でも、それでも、この一緒に植えた花が咲いたら告白してみよう。ダメ元でもいい。彼女に俺の気持ちを伝えたい。そんなことを心の中で誓っていたある日の夜、この日も深見さんは俺の家に遊びに来ていた。ねえ、友春くん。ずっと疑問だったんだけど、どうして私のことを怖がらないの？元ヤンって分かったら、普通怖がらない？怖がる理由、なくないですか？深見さんは深見さんじゃないですか？それに、過去は過去、今は今です。っていうか、深見さんはなんでヤンキーになったんですか？気になる？そりゃ、だって、社長令嬢とヤンキーって、かけ離れてるじゃないですか。何がきっかけだったのかなって。昔の話なんだけどさ、私が小さい頃さ、両親と出かけた先で迷子になったの。泣いていたらヤンキーのお姉さんが助けてくれたんだ。へえ、優しい人だったんですね。見た目はすごいド派手だったけどね。そのかっこいいお姉さんに憧れて金髪にして困ってる女の子を助けてたら、いつの間にかみんなが私を総長って呼んでて。勝手にチームができてたんですか？そういうこと。みんな、私のことを姉さんって慕ってくれてさ。すごいですね。ただの変なやつだよ。そんなことないですよ。今じゃ信じられないですけど。私は、両親を尊敬してる。今まで、私が何やっても許してくれたし、金髪でも喧嘩しても、理由があれば何も言わなかったけど、それじゃいけないなって。だから高校卒業と同時に、チームは解散して、真人間になろうって決めた。どこから見ても恥ずかしくないように生きようって。チームの皆さんは納得してくれたんですか？姿やチームにこだわらなくても強くあることはできるってみんなに説明したよ。そうだったんですか。やっぱり怖がる必要ないですね。深見さんは優しいだけじゃないですか。そんなこと言うのはあなたくらいだよ。と、いい時間ですね。そろそろ帰らないと。ああ、本当だ。もうこんな時間なんだ。帰りたく、ないな。え？まだ、あなたのこと、見張ってたいな。一緒にいないと、誰かにバラしちゃうかもしれないし。なんて、本当はただ、あなたといたいの。え、彩香さん？なんてね。それじゃあ、私帰るね。また明日。あ、
はい。また明日。さっきのは一体、何だったんだろう。深見さん、まさか、俺のこと。いやいや、そんなまさか、ね。こんなことがあった次の日。何よ、これ。ああ、またこうなっちゃうんだ。たまにこういうことあるんだよね。八つ当たりっていうかさ。悔しくないの。怒っても仕方ないから、仕方ないよ。でも、これは、告白するなってことなのかな。一体、誰がこんなこと、って、これ。どうしたの？このキーホルダー。落とし物ですね。誰のだろう？私、犯人捕まえてくる。え？いきなりどうしたんですか？こんなの許せないし、犯人に心当たりがあるの。だから、私に任せて。え？あ、深見さん？行っちゃった。ああ、とにかく、花壇を直さないと。深見さん、大丈夫かな？ああ、ダメだ。気になって手につかない。深見さんを探しに行こう。それにしても、どこに行ったんだろう。あなたでしょ、花壇を荒らしたのは。さて、何のことかな？この声は、深見さんと、ヤバスギくん？このキーホルダー、あなたのでしょ？私にプレゼントしてくれようとしてたから、覚えてるの。これが花壇のそばに落ちてたってことは、そういうことでしょ？ああ、なくしたと思ったら、そんなとこにあったんだ。なんで花壇を荒らしたの？あいつ、陰キャのくせに君と仲がいいだろ？それが鬱陶しくて、許せなかったんだよ。何それ。私はあなたみたいな人、好きになれないわ。あ？なんだって？お前さ、可愛いからって調子に乗りすぎでしょ。うわあ！ちょっと、待って！クド！花壇荒らしたの、君だったんだね。俺に文句があるなら、直接言ってほしい。だって、花たちには関係ないだろ。何が花たちにはだよ。そういうところも鬱陶しいんだよ。わ、危ない！深見さん！ありがとう、トムハル君。私なら大丈夫だから。なんだ！全然！これ以上ひどいことするなら、私が正々堂々と相手にするわ。大好きな人を傷つけるのは、許さないから。もう、何もしねえよ！強かったんですね。言葉だけじゃ、守れないこともあるから、大丈夫？そうとは知らずに飛び出して助けようと思ったのに、助けられちゃったな。情けないな、俺。情けなくない。かっこよかったわ。守ってくれて、嬉しかったもん。っていうか、さっき大好きな人って。そう、私、あなたのことが好きなの。お花に世話をしているあなたが気になって、目で追ってた。気づいたら、あなたの笑顔に惹かれてたの。私は、ともはるくんが好き。あなたは？俺も、好きです。大好きです。一目惚れで、ずっと、好きでした。元ヤンでも関係ないです。あなたが、大好きです。それじゃあ、恋人になってくれる？もちろんです。こうして、俺と深見さんは付き合うことになった。学校でも堂々と一緒に過ごすようになり、男子からは、羨望の眼差しで見られるようになった。ちなみに、ヤバスギくんは深見さんにビビって、学校に来なくなってしまった。そして、付き合ってから数日後。恋人になれたんやな。おめでとう。ありがとう、ランちゃん。ランのおかげよ。ランちゃんのおかげ？どういうこと？いや、実は、ともはるくんとは別に、あやかからも君のこと聞いとってん。わあ、こりゃいけそうやな、思ったから。ちょっと二人が出会えるように協力させてもろたわ。そうだったんだ。ほんで、二人はラブラブな？それは。当たり前じゃない。あやかさん！あっちあっちやな。ラブラブのあっちあっちよ。ね、ともはるくん。はい。俺とあやかさんのラブラブな日々は、まだまだ続きそうだ。